島聖天文教会の礼拝へ。私の日本聖公会執事の宮田雄三です。初めてご覧になられる方、はじめまして。日本聖公会の日曜礼拝へようこそ。どうぞ私たちの教会の礼拝をご覧いただき、ご一緒に礼拝を体験してください。日本聖公会につながる皆様、聖公会の礼拝は世界中でいろんな形の礼拝が行われています。ここ徳島聖天文教会の御言葉の礼拝をご一緒にご体験ください。御言葉の礼拝の式文は概要欄に PDF のリンクがありますのでご活用ください。献金の窓口もありますのでご活用いただければと思います。それではご一緒に日曜礼拝を始めましょう。
がその一人をお与えになったほどによう愛してくださいました。この神の愛に応えるため自らを顧み、共に罪の許しを祈りましょう。ご一緒に。憐れみ深い神よ、私たちはしてはならないことをし、しなければならないことをせず、思いと言葉と行いによってあなたと隣人に対して多くの罪を犯しています。どうか罪深い私たちをお許しください。新しい命に歩み、御心に従い、御栄えを表すことができますように、救い主イエス・キリストによってお願いいたします。この世界で私たちを救いになった方を褒めたたえましょう。父なる神よ、あなたの御業を賛美します。私たちに新しい命を与えてくださった方を褒めたたえましょう。御子イエス・キリストよ、あなたの愛に感謝します。私たちを清め導いてくださる方を褒めたたえましょう。聖霊なる神よ、常にあなたの御助けを喜び、主は皆さんと共に、またあなたと共に、祈りましょう。すべての命と力の源である神よ、あなたは御子の力ある復活により、罪と死の古い支配の力に打ち勝ち、御子にあって万物を新しくしてくださいました。どうか私たちが罪に死に、イエス・キリストにあってあなたに生き、栄光のうちに御子と共に支配することができるようにしてください。父と聖霊と共に賛美と誉え、栄光と力が今もまた永遠に御子にありますように。アーメン。聖書の御言葉を聞きましょう。第一の朗読は使徒言行録10章34節から。そこでペトロは口を開きこう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよくわかりました。どの民族の人であっても、神を恐れて正しいことを行う人が神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストを通して御言葉をイスラエルの子らに送り、平和を告げ知らせてくださいました。このイエス・キリストこそ全ての人の主です。あなた方はヨハネが洗礼を述べ伝えた後に、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起きた出来事をご存知でしょう。つまりナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。イエスは方々を巡り歩いて良い行いをなし、悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒されたのです。それは神が共におられたからです。私たちはイエスがユダヤの地方とエルサレムでなさったことをすべての証人です。人々はイエスを木にかけて殺しましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ、人々の前に表してくださいました。しかし、それは民全体に対してではなく、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者の中から復活された後、食事を共にした私たちに対してです。そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものとの審判者として神から定められたものであることを民に述べ伝え、力強く証しするようにと私たちを命じになりました。イエスについては預言者も皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると明かしています。第一の朗読を終わります。
主は私の力、私の歌、神こそ私の救い。喜びと勝利の叫びが正しい人の天幕にある。主の右の手は力を示す。神の右の手は高く上がり、その右の手は力を示す。私は生きながらえて死ぬことなく、主の御業を告げ知らせよう。家造りの世帯主が罪の貸し合い主となった。これは主の御業、人の目には不思議なこと。今日こそ主が作られた日、この日を共に喜び祝おう。第二の朗読は、コロサイの信徒への手紙、第三章一節から。あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地上のものに思いを寄せてはなりません。あなた方はすでに死んで、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。第二の朗読を終わります。Thank you.
主イエスキリストの福音、主に栄光。主に栄光がありますように。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日、朝ごく早く日の出とともに墓に行った。そして誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石がすでに転がしてあった。墓の中に入ると、白い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、女たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。十字架につけられたナザレのイエスを探しているのだろうが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って、弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。彼女たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。主に感謝。主に感謝します。神様、これから語ります私の口の言葉、心の思いをどうぞあなたのところへと導いてください。おはようございます。イースターおめでとうございます。去年1年前ですけども、イースター礼拝を何とか過ごした後、緊急事態宣言が発令されて礼拝の自粛が始まりました。そして翌週からはオンライン礼拝に移行して、信仰の光を灯し続けました。1年前の週報を読み返していきますと、ここ徳島、じりじりとこう感染症が広がっていき、まあ、いずれ手元教会、徳島聖手元教会も閉鎖する日が来ることを想定して、心の準備とともに、品物も準備するように呼びかけて、いたことが分かります。その後、食品、そして紙製品も品薄になってきました。消毒用アルコールもそうですけども、石鹸類もなくなってきました。それから1年経って、ここ徳島、感染者数の少なさから危機意識の少なさというのも、まあ、少し感じています。まあ、それでも先週今週と少しずつ感染者が再び増えていきますので、この先の不安というのは拭えません。まあ、東京をはじめとして神戸でも公開の礼拝が捧げられない教会がいくつもあります。礼拝が捧げられないだけではなくて、当然捧げられる献金も減ってしまっていますから、教会共同体の維持自体が不安になるような状況が今日も続いています。そして今日も礼拝を休止しているこの教区内の教会がいくつもあります。隣人として祈りのうちに覚えておきたい、そう思います。今日のこの復活日、今の私にとってはクリスマスよりも重要な記念日だと考えるようになりました。というのも、以前はクリスマスの方が、まあ、私たちキリスト教の信徒にとっては一番重要な記念日なのだと思っていました。世の中も盛り上がりますし、まあ、本当にバブル期のクリスマスを体験している身には、クリスマスが一大イベントでもありましたから、印象としてクリスマスが教会にとって一番そのように思っていたと思います。でも今はこのイースター復活日が本質的に重要ではないか、そのように思うようになりました。もちろんクリスマスもその物語、乙女マリアから生まれ、奇跡の出来事ですから、非常に大切な日であることは変わりありません。クリスマス、そしてイースター、そして聖コリンビ、この3つをキリスト教は三大祭りと言いますけれども、私たちの信仰の始まりは、去
今日も復活日から始まったこのイエスの復活がなければ、そもそも今に続く信仰は起こっていなかったのではないか、そのように思います。もし十字架の死で終わっていれば、世界を変えようとした男がいた。いくつもの奇跡を起こし、自らを神と言い、最後は殺されてしまった。まあとても素晴らしかったけれども、世界は変わらなかったねと、まあ、そこで終わってしまっていたのではないかと思います。イエスが復活した、このことが私たちの信仰の中心にある。まあ、復活って何だということですけれども、聖書には遺体が息を吹き返したとは書かれていません。イエス自身の肉体が肉体的復活をした、そういう蘇りを実際通りに信じる信仰とは少し違うように思っています。私たちが聖書から読み取れるのは、墓にイエスの遺体がなかった、そして白い衣を着た若者たち、天使ですけれども、天使たちに先にガリラヤへ行かれ、そこでお目にかかれることを告げられること、そしてこれを信じようと言われても、最初に墓に行ったマグダラのマリアたち、女性たちは恐れておののいている。神の奇跡を目の当たりにした驚きで、恐ろしい、正気まで失っている、そういう出来事がこの復活でした。神の奇跡、奇跡というのは本当にあるんでしょうか。妻とこの徳島聖天文字教会の将来について話すことがよく多くあります。実際にはここ天文字教会だけの話ではなくて、私たちの教会共同体である日本聖公会全体を通して、この天文字教会というものを考えるわけですけれども、この天文字教会将来はどうなるんだろうかと、信徒の減少、そしてこれが目に見えている今、5年後にはほぼ皆さんが80代になってしまいます。教会の機能を担う人がいなくなってしまうのは明らかです。それまでに手を打つのか、それとも手を打たずにこのまま縮小、そして消滅を静かに待つのか、現実には静かに消滅していくのを見守っていくしかないのだと思ってしまうわけです。とても苦しい現実を日々過ごしているとも言えます。このような話を妻としながらも、私は必ずそれでも僕は奇跡を信じているんだと言葉にして語ります。もし奇跡を信じなければ、イエスの復活信仰を信じない、もしくは信じられないキリスト者ではなくなってしまうのではないか、そのように思います。何も手を打たなくては、当然の結果として消えてなくなることもあるでしょう。それでも奇跡を信じる。昨年、説教した話を覚えていらっしゃいますでしょうか。私の夢の話を、しました。夢の中で朝起きたら、この教会にバングラディッシュの人たちがたくさんいた、夢なんですけども、そういう話を、しました。朝起きて眠い目をこすって、集会室の隣にあるトイレに行ったら、トイレにバングラディッシュのおばちゃんが立っていた。扉を開けたらそこにおばちゃんが立っていた。そしてびっくりした。一体何が起こったんだ、状況が分からず慌てて集会室に行ったら、大勢の人たちが座って私を見ている。その状況が理解できない、そんな夢を見ました。そして今この目の前にいる人たちを前にして、私は、そしてこの教会はどこへ向かっていくのだろうか、ものすごく驚くところ揺さぶられた話というのを去年しました。そしてその後、もちろんそれは有名な話で終わってしまったわけですけども、その後
バングラディッシュで学校を作っている日本人の話というのがこの教会に届きました。そしてそこで作られているバングラディッシュで作られている手作り人形が届いた。それを皆さんにお配りしたのも記憶に新しい出来事です。こんなことが起こります。妻との会話でこのデモテ教会の行く末を案じる話をしながら、それでも僕は奇跡を信じているんだと話した矢先でしたけれども、先日この教会に3人の小学生の女の子が教会に訪ねてきたそうです。私は花改修の礼拝に出かけていました。会うことはできませんでした。妻が対応したようです。何でもこの教会にロザリオ、十字架の飾りというかお守りというか、ロザリオの十字架があるかどうかを聞きに来たとのことです。残念ながらこの教会にロザリオはありません。当然作る材料もありません。申し訳なく少し話をしたそうです。彼女たちはまた来ますとのこと。慌てて妻とロザリオの材料を取り揃えていつ来てもいいように待っています。もし偶然今も聞いていたらどうぞいつでもお越しください。お待ちしています。未だまだ現れていませんので、私にとっては幻だったのか天使だったのかなとも、妻にそれは幻だったんじゃないかと聞き返しました。でもやっぱり奇跡っていうのは起こるんだ。私たちには理解できない形でその奇跡は現れるんだ。可愛い天使が来たことを、それをただの冷やかしだと思えばそこで終わってしまいますし、単にロザリオを欲しがっているだけなんだと感じてしまえばそこで終わってしまいます。次にいつ可愛い天使たちが現れるか分かりません。それでも小さな奇跡だと思っています。でこの奇跡を信じる信仰こそが、私たちの復活のイエスを信じる信仰そのものなんじゃないか、そのように思います。私たちには何が奇跡で、何が神の恵みで、何が信仰の現れなのか、やっぱりよく分かりません。それでも一つ一つの事柄を信仰の目で見たときに、イエスの復活を信じることと同じだけ今目の前に起きている出来事が神の御業の表れなんだと理解できたとき、その信仰は豊かにされるのだと思います。まだまだコロナ禍は終わる見込みが立ちません。先日製薬会社の社長のインタビューでは、まだ2年近く続くのではないかと話されていました。このコロナ禍が終わることがあるのか、それとも今この日常になっているこの生活自体が私たちのこれからの日常となっていくのか、イエスの復活を祝う私たちは、イエスの復活の出来事によって再び弟子たちが立ち上がり、そして宣教が始まったのと同じように、私たちもまたコロナ禍の中で新しい形の礼拝を探し求め、豊かに感謝と賛美ができる信仰共同体として歩んでまいりたいと思います。イエス・キリストの復活、おめでとうございます。聖霊の約束の更新を行いましょう。主イエス・キリストのご復活を覚えて記念する私たちは、主ご自身の死から命へのよみがえりの秘義を通して、私たちも洗礼によって主と共に死に、復活によって主と共に主の教会に属する新しい命に預かったことを覚えます。今節制と愛の技に慎み、大祭節を守ってここに来た私たちは、自らの洗礼の約束を新たにし、主キリストへの忠誠と全ての悪の技を退ける心を新たにいたしましょう。皆さんはキリストに帰りますか？私はキリストに帰ります。皆さんは自らの罪を悔い改めますか？
私は私の罪を悔い改めます。皆さんは心の内外に働く悪の力を退けますか。私は退けます。今私たちが洗礼によって入れられ、そのうちに生き成長させられたキリスト教信仰を宣言しましょう。皆さんは世界の作り主、父なる神を信じ、またより頼みますか。私は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、より頼みます。人類の罪をあがなわれた御子、主イエスキリストを信じ、またより頼みますか。私はその一人を、私たちの主イエスキリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンピオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に下り、三日目に死人の力へ祈り、天に昇られました。そして、全能の父である神の右に座しておられます。そこから主は生きている人と死んだ人とを裁くために来られます。神の民に命を与えられる聖霊を信じ、より頼みますか。私は聖霊を信じます。聖なる公開、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、永遠の命を信じます。これは教会の信仰です。これは私たちの信仰です。私たちは父、子、聖霊なる唯一の神を信じ、より頼みます。祈りましょう。全能の神よ、あなたの御名によって洗礼を受け、御子、主イエス・キリストの信仰の交わりの中に入れられたことを感謝いたします。私たちが、おのおのの洗礼の時の忠誠を保たせ、すべての被造物が救い主、御子イエス・キリストにあって完成される日まで、私たちに良い備えをさせてください。御子イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。主の平和は皆さんと共に、またあなたと共に、平和の挨拶を交わしましょう。主の平和、主の平和は皆さんと共にありますように。主の救いの御業に感謝し、共に賛美を捧げましょう。Thank you.
ストの御言葉と御業に頼り、全公開のため、また世界のために祈りましょう。世にある人、世を去った人の主なる神よ、新型コロナウイルスによって命を失った人々のために祈ります。どうか彼らが全ての重荷から解放され、あなたの御手の中で安らかに行うことができますようにお願いいたします。またこの感染症によって苦しみ、不安の中にある人々を超えて祈ります。どうか御恵みによって、その体と心を強め、病に打ち勝たせてください。そして感染拡大が止まり、治療方法が一日も早く見つかりますように、主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。神よ、主の公開、ことにエルサレムの平和のため、主の復活を覚えて建てられたすべての教会、事業のため、また新型コロナウイルス感染防止対策のために、日曜礼拝に参加できない方々と、礼拝を休止している全国各地の教会、神戸教区松陰中学高校礼拝堂、神戸松陰女子学院礼拝堂、中高坪井少しチャプレン、大学瀬山英二チャプレン、長田義文チャプレン、徳島伝道区、徳島イマヌエル教会、富岡キリスト教会、鳴門聖パウロ教会、半田改修、これらを強めて御子の御業を行わせてください。すべての聖職と信徒、ことに私たちの主教、オーガスチンを導き、皆を呼ぶ者を主の真理と愛のうちに一致させ、日々主の栄光をこの世に表す者とならせてください。主をお聞きください。神のすべての国、ことに紛争及びテロ、また混乱の中にある国々の人々に知恵を与えて、正義と平和の道に導いてください。互いに尊敬する心を与え、共に全ての人の幸いを求めさせてください。主よ、お聞きください。神よ、私たちと家族、全ての友人と隣人、ことに洗礼記念日を迎える6日ヨハネ古本渉さん、ハンナ坂本美穂さん、リベカ石原和子さん、フランセス森上節子さん、トンカサムネル竹内誠さん、マリア浜明子さん、マルタ福井恵子さん、彼らに恵みを与え、共に主を知り、主に仕え、互いに愛することができるようにしてください。主よ、ください。神よ、悩む人、悲しむ人、病気の人、貧しい人、その他災いの中にある人々、ことに病気療養中のエリザベッツ竹内幸子さん、ハンナ茶谷梶子さん、モニカ三島絹江さん、ルシア正塚弥生さん、マリア小池陽子さん、テモテ本木明さん、サラ西山和恵さん、マヤエステバンさん、また災いの中にある東日本大震災、原発事故の被災者、各地の自然災害被災者、新型コロナウイルスの影響を受けている全ての国の方々を顧み、御力を与えて勇気と希望を増し加え、主の救いの喜びに導いてください。主よ、お聞きください。神よ、世を去った全ての人を顧み、彼らの上に主の愛の御旨を成し遂げてください。私たちは世よる主の証人たちに与えられた主の恵みのゆえに皆を称えます。どうか私たちも彼らとの交わりを保ち、共に御国の栄光に預からせてください。
主よ、これらのことを御子イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。主よ、憐れみを与えください。キリストよ、憐れみを与えください。主よ、憐れみを与えください。天におられる私たちの父よ、皆が聖徒をされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。お祈りになりましょう。主なる神よ、私たちに限りない恵みを与えてくださることを感謝します。どうかあなたの御言葉の光で私たちの心を照らし導いてください。私たちがあなたを賛美し御言葉に従い、共に主の愛のうちに生活することができますように、主イエスキリストの名によってお願いいたします。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たちと共にありますように。アーメン。